スプレゼンツマッチ2017明治安田生命 J1 リーグ第9節大宮アルネジャ対浦和レッズ。マッチコミッショナー審判団をご紹介いたします。マッチコミッショナー臼井学夫、審判アセスター小田川翔、主審西村雄一、副審山際正史、川崎明人、第4の審判員佐藤智美、ボールパーソンは埼玉市立日進中学校サッカー部の皆さんです。試合中、観客席にボールが飛んでくる場合がございます。飛んでくる場合はお近くのボールパーソンでお渡しください。参加要員は埼玉市サッカー協会北部支部社会人連盟の皆さんです。そして選手入場のエスコートキッズは大宮大和田ジュニアーズサッカースポーツ少年団と大宮差し扇サッカースポーツ少年団の皆さんです。なんかボール攻め合ってた。それではアウェイ浦和レッズのスターティングメンバーです。背番号1ゴールキーパー西川修作、背番号46ディフェンダー森田キッチ、背番号6ディフェンダー遠藤渡、背番号5ディフェンダー牧野久美、22ミッドフェンダー関根太郎、背番号10ミッドフェンダー足上一世、背番号22ミッドフェンダー阿部勇樹、背番号3ミッドフェンダー宇賀神太郎、背番号9ミッドフェンダー武藤翔太、背番号3ミッドフェンダー背番号8フォワード中井良純、そしてリザーブの選手です。背番号22ゴールキーパー枝本哲也、背番号4ディフェンダー那須大成、背番号10ミッドフィルダー長澤和樹、背番号16ミッドフィルダー青木拓也、背番号18ミッドフィルダー駒井良也、背番号39ミッドフィルダー矢島慎也、背番号20フォワード関根太郎、早速は決勝の時間です。背番号13ディフェンダー渡部
ンダー山越浩平、背番号3ディフェンダー河本博之、背番号22ディフェンダー和田拓也、背番号23ミッドフィルダー金沢慎、背番号47ミッドフィルダー岩上雄三、背番号28ミッドフィルダー長谷川アーリアジャスール、背番号40ミッドフィルダーバラダ明美、背番号7フォワード江坂アタール、背番号44フォワード瀬川雄介、そしてリザーブの選手です、背番号50ゴールキーパー松井健也、背番号25ディフェンダー高山背番号20ディフェンダー大谷翼、背番号15ミッドフィルダー大山圭介、背番号17ミッドフィルダー横谷茂、背番号10フォワード大前元気、背番号14フォワード清水慎太郎、監督渋谷弘樹、そして背番号12アルギジャー